はい、662回始めます。2023年、1月12日です。昨日今日寒かったですね。寒いっす、ここも、ストーブ2台でなんとかやり過ごしてますけど、今回東北放送、からですね、ちょっと変わったニュースというか、変わったお方というか、高齢者ではないんですけど、病院に10時間以上居座った無職58歳女を逮捕。なんで逮捕されたのかわからないと、この58歳言ってますね。はい、1月10日、仙台市内にある病院で退院した家族の居場所を教えないことに不満を持ち、58歳の無職の女がこの病院に10時間以上にわたり、居座り、説得や退去の要求にも応じないため逮捕されましたと。で、本人はなんで逮捕されたのかわからないと供述していると。建造物不退去の疑いで、逮捕されたのは仙台市泉区に住む58歳無職の女ですと。逮捕された女は、午前10時半ごろから、泉区内の病院で退院した夫の居場所を教えないことに、病院側が教えないことに不満を持って駆けつけた、警察の説得にも応じず、夫と話をさせろと、居場所を教えろと、言って要求を続け、10時間以上にわたり居座ったということですと。逮捕された女は取り調べに対して、なんで逮捕されたのか分かんない、病院が教えないからだと容疑を否認、しているということで、こういう58歳の無職の女ですけど、夫が入院してて退院したと。で、退院した先どこに行ったのか教えてほしかったんでしょう。夫婦間のトラブルでしょう、家族間のトラブルで、夫側は居場所を教えないでほしいと病院側に言ってたんでしょう、おそらく何らかの事情でね。で、それに、なんで教えないんだと、私は妻だぞと言っても、病院側は守秘義務がありますからね、教えるわけにいかないですよね。夫婦といえども、それでね、なんで逮捕されたか分かんない、ずっと居続けたからだよと。建造物不退去、あんまり聞かないね、この容疑ですけども、珍しいんでね、取り上げてみましたけども、こういうね、これ58歳は高齢者じゃないですけど、老害というんですか、常識の通じない人っていうんですか、結構、増えてきてますんで、皆さんの周りにもちらほらいるんじゃないでしょうかね。気をつけて、ほんとね、始末に悪いですよね、こういう人間は。言っても分かんないんだから、逮捕されても分かんない、なんで逮捕されたのか分かんない、意味が分かんないっていう人に、これは大変ですよ、こういう人と付き合うのは。はい、結構いると思いますよ。ちらほらね、私のチャンネルでも扱ってますけどね。はい。もう、何から言っていいんだっていうね。どう言ったらいいんだっていうね。もう手つけらんないよっていうね。まさに老害。でも58歳っていうとね、ずいぶん年のように思いますけど、アラフィフからしたらもう同年代みたいなもんですよ、これ。本当に。自分もこうならないように、気をつけたいなと思います。以上です。終わりにしたいと思います。チャンネル登録してくれるとありがたいです。よろしくお願いします。失礼します。